滝川安ンは、日本の小説家、エッセイスト。神奈川県横浜市生まれ。作家の佐乙女勝本はおじ。佐乙女智子名義で子役として、フジテレビの連続ドラマ、不思議剣トントン巡主役などを務める。日本映画学校で、脚本家、桂千穂に指示し、卒業後、日活に入社。ロマンポルの最後の宣伝ウーマンとなる。退社後はフリーとして、 痛み13作品などの制作宣伝を手掛ける。沙乙女智子のペンネームで執筆したバーバーの肖像で、1995年に第8回小説スバル新人賞を受賞。集英社から単行本、バーバーの肖像、小役白書を出版した。2017年、官能小説誌、特選小説に発表した天使が濡れるまで、で、官能作家デビュー。 日刊スポーツ新聞の連載小説、越楽クリニック、リンコは、佐々木博久監督によって映画化され、生肝治療またぐらの処方箋のタイトルで2019年7月に公開。2019年8月には、R-18 から R-15 用に編集された、劇場版、越楽クリニック。リンコのみだらな冒険として、劇場公開。同作は、 OB p クチ t ーズフェス e 2019の上映作品に選出された。2018年12月、早稲田大演劇博物館の公開研究会、プレスシートから読み解く日活ロマンポルノで講師を務めた。2019年11月には、文京大の公開研究会、サブカルチャーとしての日本映画すべてはエロスから、始まったで講師を務めた。 ピンク映画ベスト102019東マ賞の審査員、同2020東マ賞の審査員を務めた。2020年10月、観音作家としての初の書き下ろし作品、二つの月に濡れるを出版。日本文芸家クラブ会員、ありがとうございます。